き合ってすぐ別れてもワースって思ってそう。俺マジで思ってる。ミニオンが俺振られてばっかだよ。結婚まで考えてないなら付き合い見なくねっていう人多いよね。俺びっくりマジでそれ。私は24歳、一人暮らしのスタさんガチ恋勢です。そこでまだ若いうちにスタさんにもらってほしいんですが無謀でしょうか。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。サミさんこんばんは。キャバクラってなんであんなにつまらないんですか。キャバクラ面白いよ。キャバクラめっちゃおもろいやん。なんでキャバクラ楽しめなかった。マジキャバクラおもろいよ。何がおもろいの。相手が話を振るプロだからおもろいよ。明らかに興味がなさそうな会話でもこっちがずっと喋ってたらめっちゃ楽しそうに聞いてくれるもん。で喋るのプロとあんなになんか簡単に話せる場所ないからさ。でもあの人たちってロルの話しても楽しそうに聞くからね。パソコンゲームで世界一盛り上がってるゲームがあって、ってなるよ。マジ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 本当になるよ。パソコンゲームの話とか君たちの土俵の話をいくらしてても楽しそうに聞いてくれるからね。もしかして話した。いや俺は完全に俺の職業を偽って行ったことあるの。歯医者さんっていう設定で行ったことあるんだけど、歯医者さんのこと何も分かんないけど歯医者さんっぽいこと言ってたら全部AI すごいって言ってた。何が目的なんだよ。いや目的とかないから。そうそう違う違う、あのキャバクラに目的を求めんだ。相手は目的ないしこっちには目的ねえよ。お互い適当だからおもろいんだろうが。なぜ嘘つかって話だね。相手のトーク力を知りたい。こっちがいくら浅くてもあっちが深くしてくれんだよね。実際向こうの方が一緒についてって知って、そうそうだ、それもそれは思う。そこはゲームなんじゃん。キャバ嬢が彼女ってちょっと憧れる。キャバ嬢が彼女憧れるか。彼女の職業とかどうでもよくない。何しててもいいわ別に。なんか好きになった子が別に風俗やってもいいしな俺。職業なんでもいいや。 AV 女優でもいいし、風俗やっててもいいし、デリヘルやっててもいいし、なんでもいい。マジでどうでもいい俺。職業を見て好きになるとかないからさ、基本的にその人を見て好きになるから。好きになった後職業を見るんだよね。だったらもう取り返しつかないじゃんぶっちゃけ。好きになったら俺好き好きってなっちゃうから。職業を見て好きになるっていう感覚だとなんかその夜のお仕事とかしてる人無理かもしんないけど、順番が俺好きになった後職業を見るだから。で好きになった後ってもう無理じゃん。好きになってんだから。だからその人が何やっててもいい。職業も知らないまま好きになるまで関係を深めることないの。そうなの。そうなんだ。はじめましての時に俺職業とか聞いたことねえな。俺一度もないかもしんない。無限に適当な話してるわ。マッチングアプリでも聞かなかったな俺。話してておもろいかどうかだわ。そうそうそう、仲良くなってく上で職業してることになるじゃん。仲良くなってこうと思う人って俺恋愛始まってるからさ、1対1で会おうと思わねえでしょ俺。興味ない人に好きになるのが早いってこと。いや好きになるかもしんないかなって思うのが早いってこと。俺は付き合うまでめっちゃ早いよ。だから付き合ってみないと分かんねえじゃん。マッチングアプリの時の話とも一緒。付き合うのも俺も一緒。付き合ってからなんか性格変わる人がいいんじゃん。その人との相性を見るためにパッと付き合って、ダメだったらパッと別れて、相性が良かったらお互いに楽しい時間とか共有できたらそれが 長続きするだけ。付き合ってすぐ別れてもワースって思ってそう。俺マジで思ってる。ミニオンが出撃。だってそれしょうがないことじゃん。例えばさ、そのゆっくり知り合っていってさ、付き合ったことになってさ、で付き合って別れて、なんかそのゆっくりした期間がさ無駄になるじゃんね。逆にその早く付き合って早く別れたらその相性が悪いっていうのが早く分かったわけよ。そのショートカットできるんだよね。だって辛いことないよ。なるわ。あるわ。そんな話。俺振られてばっかだよ。めっちゃ振られるからね俺。なんで振られんの。やってみようの感覚がある女の子じゃないと俺多分だんだん長続きしない基本的に。じゃあ付き合ってみようかとか。リアリストの面とロマンチストの面ってあるじゃん人って。俺はもう恋愛はロマンチストに全てを書きたいんだよね。
その人と付き合って一緒になりたいっていうのがロマンチストの方だと思うの。でもこの人と相性合うかどうか分かんないから、しばらくなんかお話とかデートとかして相性を確かめてみようっていうのがリアリストの方だと思うのね。でもまあ恋愛だから俺はロマンチストの方に書きたいんだよねって話をしてやってみようってなることかな。でダメだったらもうナイストライでいいじゃん。相性悪かったんだよ。無限ナイストライ編俺の恋愛は。キリンリリアとは結婚しますか、ズーズー付き合いますか。何言ってんの。結婚なんて考えてねえって。あ、確かにさっきの考え方、結婚とかまで考えてない考え方かもね。遊びって言い方悪いよ。別にお付き合いするっていう感じだね。結婚まで考えてないなら付き合い意味なくねっていう人多いよね。俺びっくり、マジでそれ、俺マジでびっくり。セフレでいいやんまではないけど、それは違うと思うけどな。もう付き合った瞬間から終わりまで見えちゃう人、付き合った瞬間からなんか結婚まで見えちゃう人って結構いて、そんなかと思いながら。でもスター、女の子とイチャイチャしたいだけやん。それも大切やろ別に。でも相手が考えたら失礼、失礼。なんで結婚が上みたいになってんだよ。考えたことないやん。別にこっちが結婚願望なくて、こっちにあっちに結婚願望があって、なんであっちに合わせねえといけねえんだよ。だってリスナー食ってないな。リスナーには手出したことない、一度も。俺結構かっこいいんだから。そこらへん、スタミさんこんにちは。いつも配信お疲れ様です。オーディションお疲れ様です。たくさん相談が消える中申し訳ません。私は24歳、何一人暮らしのスタさんガチ恋勢です。ずうずうしいのは100も承知なのですが、私は男性経験もなく24歳にもなってお付き合いしたことすらありません。これからもないです。きっと仕事終わりにバラランドとロールを一生ソロ級で今日する人生になると思います。そこでまだ若いうちに記念すべき処女をスタさんにもらってほしいんですが、無謀でしょうか。ちゃんと顔かわいいのよ。ね、かわいいんだし、外出れば出会えると思うよって言ったら、なんか考え直してた。考え直せ。そこまで言いまして、勝手に相手が言い出したんや。勝手に相手が言い出したんや。最近雑談出してたのに、いまだに、なんか人生相談とかさ、恋愛相談みたいのが DM1 日10件ぐらい来るからな。お前ら悩みすぎなんだよ。マジで無限来る。男からも女の子も来るよ。相談しやすいんだろうな俺は。雷神になんかそういう相談の DM とか絶対来ねえと思うよ。返してくれるとも思わねえし、そもそも俺たまに返すからな。雷さんはまれに DM 返すらしいぞ。そうなの。雷神って DM 返すんだ。今度なりすましてみようかな。